今夜喋らないとスタート。スタート。もうこれに固定されちゃうんですかね。はい。仏とか出てきたら、はい、仏がこうスタート。もちろんやってもらいます。見たいです。もちろんもちろん見たいです。ちょっと楽しみですね。見たいな。はい、皆様こんばんは。引き続き私中山聖佳がお送りします。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。はい、改めてここでは他では知ることができない戦隊の秘密を明らかにしていきます。今回我々にはそれぞれ役割がございますので紹介していきます。まず私中山は司令官として荒野しゃべらないとの指揮をします。そして V3 さん、はい、V3 さんにはスナイパーとしてそのキーパーソンの方に照準を定め視聴者の皆様のためにインタビューをしていただきます。はい、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。最後に柴田さん、はい、柴田さんにはスカウトとして様々な角度からの分析を行っていただきます。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。はい、今月も先月と同じく連想ゲームを行っていきます。はい、そして今回はフェンネルマンティスからコロア選手、そしてフローラからライム選手を迎えてお送りいたします。オンラインでの参加になりますがご了承ください。うん、はい、お二人はね来てるのかな。来てますかね。どうなんでしょうね。はい、こんにちは。あ、こんにちは。よろしくお願いします。聞こえねえよ。お願いします。じゃあ自己紹介をお願いします。ではマンティスのコロア選手から。はい、どうもこんにちは、マンティスのコロアです。元気がないな。もう一回やり直し。もっとさ厳しい、やり直し。元気がないな。俺が公約界隈の暴走機関車みたいなさ、うん、それないの。ないわ。よしよしよし、元気元気。それでいい。はい、コロア選手お願いします。じゃあフローラのライム選手、うん、自己紹介お願いします。こんにちは。かわいい。かわいい。ライムです。大好き。アブロン好きです。俺も冷静。ソースワイということで。そうです、はい、まあ、ソースワイですけど、なんか冷静に大人の対応されたみたいな感じになってます。そうですね、いつもなんですよ。そうなんですね。冷たいんですよね。冷たいな。冷たくないですよ。冷たくない。冷たくないの。どんなところが好きなの、はい、V3 さんの。まあ、やっぱり顔が一番好きかな。いや俺もライブの顔が一番好きよ。そうなんですか。え、コロア選手は V3 さんのどこが好きなの。俺嫌いですけど。黙れ黙れ、お前は黙れ。本当に喋るな。ふざけてるな。このコーナーお前は一言も喋るな。めちゃくちゃ面白い、はい、ありがとうございます。それではこの後の内容について V3 さんご説明お願いします。はい、かしこまりました。参加するお二人には問題に回答していただきます。クイズは10問出題します。まずは一つの単語を出題します。その単語は何を指すものなのか連想して回答してください。一つの単語につき1回回答できます。間違えた場合は回答権が相手に移り、次のヒントが出るまで回答できません。一つ目の単語で正解したら4ポイント、二つ目の単語で正解したら3ポイント、3つ目の単語で正解したら2ポイント、4つ目の単語で正解したら1ポイントとなっております。うん、多くのポイントを獲得したら明日行われる決勝戦に進出します。うん、決勝戦で最もポイントを獲得した方には特殊称号が与えられます。この称号が11月以降の試合中のテロップにも表示されますので、皆さん正解できるように頑張ってください。はい、ありがとうございます。はい、ではコロアさんとライムさんに早速クイズを出していきますけども、自信の方はありますか。コロアさん自信ありますか。まあ、連想ゲームなんてちょろいんで任せてください。ちょろい。フラグ立ちましたね。確かフラグが。ちょっと大丈夫かな。フラグ立ちましたよ。じゃあライムさんどうですか。え、あの武器のなんだっけ、銃声当てるとかそういうのっすよね。まあ、そういうのもあります。まあ、まあ、まあ、でもそんな簡単じゃなくなってるよね。今日は銃声じゃなくてなんか連想ゲームだからちょっと難しいかもですね。そうそうそう、難しくなってる。うん、いやまあでも毎日公演してるんでさすがに。そうね、自信の方は。そう、公演に関連したね、はい、そのワードが出てくるから、うん、はい、自信ありということで、はい、はい、ありがとうございます。そしてここからは柴田さんお願いします。はい、わかりました。ではですね、私の方からですね問題をね、はい、出させていただきますので、はい、お二人にはねぜひともね、どんどんと回答してください。ちょっと難しくてもこれからみたいな感じでもう全然答えていただいて構わないので、はい、もう積極性で勝負ですので、この問題はよろしいですか。了解です。大丈夫です。大丈夫ですか。じゃあいきますよ。はい、じゃあ早速参りましょう。1問目です。1問目こちらから、キーワード1、ガチャ。ガチャガチャから連想される何かということになります。いやこれ幅広、難しい。これはさすがに、これはさすがに分かんないけど。これもあの回答してもそのペナルティーとか少ないから
大丈夫、減点とかはないから。いやでもこれは最近ガチャも、今日もガチャ回してたじゃん、わかるでしょ。いいっす。ガチャで連想させられるもの、うん、これ答えの1回ですよね。答えていい、何回、何回も答えるんじゃない、1つの単語につき1回か、そうそうそう、回答できるから。あ、そういうことか、分かった、なるほど、了解です。ガチャ、ガチャ、ガチャで出るものっすよね、うん、ガチャで出るもの。じゃあライブ答える。じゃあ枕。いやー残念、まあいいよ、違うね、いい間違い方してるよ、まあ、でもいい間違い、いい間違い方、出だしとしていいよ。ガチャで出るものっすよね、うん、電動水晶。違うに決まってんだろバカ。いや今いい感じの、いい感じのやつ来てるから。厳しいな、違うに決まってんだろお前。間違えるよ、冷たい冷たい、やばれ、間違えるな。バチバチ。さあではですね、うん、2つ目のキーワード参りましょう、こちらです。青色、うん、1つ目ガチャ、青色、お、いく。いや、ちょっと、これは青色は枠ってことですかね。うん、青色、うん、枠、青、紫ってことですか。あ、紫なのかかな、うん、青、え、その武器とかそういう車の色とかの青じゃないですか、それじゃないかなっていう考え方もできますが、できますし、ヒント少なすぎない。いや、ちょっと青色の枠だね、多分これ枠だな、うん、枠だ、枠だ、うん、そうですね、紫枠みたいな。青の枠、うん、これ難しいですよ、あの3個目のキーワード出るまで結構難しいですよね。じゃあ3つ目のキーワードも いっちゃおっか、うん、いや、これは2つ目の単語で答えてみようよ、1回答える。青の枠っすよね、うんうん、ライム答える、もしかしたら当たるかも。ライム答える、青の枠、ちょっとあと30秒待ってくれ、あと20秒、うん、じゃあこれは先に答えていいよ。え、え、青、ブルーチップしか思い浮かばん。違うに決まってんだよ。分かんないって言ってんだろ。逆に答えられるかこれ。めちゃくちゃ厳しいな。ライム答えられそう？青っすよね。うん、え、何にしよう、どうしよう。え、分かんないです、さすがに。あ、分かんない。じゃあ次の単語行こうかな。ふざけんな。いや、分かんない。では次のキーワードこちらです。3番目は消耗品。消耗品1ガチャ、めっちゃいい線いけたやん絶対。1ガチャ、2青色、3消耗品、使うとなくなっちゃうのか。あ、そういうこと。そう、そういうことだな。青、あ、はい、お、コラ選手、コラ選手、ダイヤ。違うに決まってんだろうが。めっちゃいい、お前めっちゃいいとこ行ってるだろ。3回間違えたんですよ本当に。答える気ないだ、出るな、逆に分かんのかこんな。青、なくなる。ライブ分かった？ちょっと、え、分かんないよねこれ。ルームカードとか難しいな。違うか。いや、それじゃないんだな。ライム惜しかった。惜しい。次の、次の、次だよ。チェンジ、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 チェンジ。四つ目のキーワードこちらです。小さな花束。これわかる。1ガチャ、2青色、3消耗品、4小さな花束。小さな花束。あ、待って、分かったかも。お、ラム選手。え、バラですか、バラ。の名前は。え、バラ、え、え、分かんない、バラじゃないですか。バラの名前。あ、え、どういうこと、え、分からない。あ、分かったかも、花束の名前か。そう。え、俺、え、なんだっけ。待って、俺ちょっと待って、俺出てるよ、ちょっと喉ぐらいまで出てるよ、絶対見てるはず。なんかでっかいのは分かんないですよ、なんか感じだった気がする、うん、でっかいのは、うん、これ名前なんだみたいな感じよ。で、名前何。え、そのちっさ、3個あるじゃないですか、3個、うん、その小さいのの名前は何、何。めっちゃ小さいやつですか。言ってほしい、言ってほしい、小さな花束、言ってほしい、俺は言ってほしい。え、待って、なんだっけ、俺喉まで出てるけど全然あれなんだけど。あ、いいよいいよお前は。え、待って、わかんない、マジで名前は。わかんない、わかんないっす。わかんないか、わかんないか、うん、じゃあこれは、ね、これはいいよ、しょうがない、うん、じゃあ、え、待って待って、ちょっと待ってって、柴田さんまでしょうがないって言い出した。
なんか見ないですよね、うん、なんか花束とかそういうので覚えちゃってるから、まあ、そうそうそう、これ、これあ名前なんだみたいな、うん、あ確かに書いてあるけどみたいな、うん、いやースルーしちゃうもんな。そうですそうです。あ、ま、いや待って、ちょっと待って、メッセージみたいなね。確かにちょっとメッセージっぽい感じ。さっさと答えろよ、メッセージさっさと答えろ。優柔不断な男だ。待ってただろ、俺も待てや。キレてる。俺ダメだ、絶対覚え出せない。じゃあタイムアップにしましょうか、うん、タイムアップ。答えはこちらです。君だけに。いや俺ライブに言ってほしかったな。ライブに言ってほしかった。君だけにって言われたかった、ライブに。俺は待ってた、その言葉。分かるか、こんなもん。分かる、こんなもんって言うなよ。頑張って考えてるんだよ、こっちだって。そんな名前してるんですよね。そうそう、よく見たらね、あ、書いてあるわ。そう、まあ、見たら書いてあるけど、これ聞いた上で、うん、見たら書いてある。結構だってみんな飛ばしちゃうからさ、飛ばす飛ばす、ね、うん、では次の問題いきましょうか、はい、次の問題こちらです。さあ飛行グッズ、まあ、これだけだと広いかな。広いね。一応答えとく、うん、広いですね。どっちからにします。飛行グッズってあのこうやって空飛ぶやつですか。そう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 、はい、降りてくるよね、うん、そのパラシュートの名前とかもですか。そういう感じになってくるね。そうだね、考え方としては。じゃあ鯉のぼりで、鯉のぼり。違うな、惜しい。惜しい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 、やめてよ、惜しいっていうの。だからそっち寄せて考えなきゃいけないからな。まあまあ、いい感じです。とりあえず分かるやつ、まあ、サービス惜しいかもしれないから。コロワ君なんて。リス、リス。正解、見事。正解。コロワさん、えぐいくい、すごい、見事です。どうですか、VTR さん。いや別になんか正解あげなくてもいいんじゃないですか。しばくぞ。では4つ目までのキーワード、ご覧の通りでした、うん、飛行グッズ、動物、可愛い、大会。大会、大会でよく使われてます ね、 ね、強い、自分もレシですね。いやライム惜しかった、本当に。そっか、次頑張ろう。惜しかった。次頑張ろう、次頑張ろう。ライム頑張ります、うん、さあでは続いて3問目こちらです、はい、3問目、1つ目、高野ランド、うん、幅が広い、高野ランドの何か。これはそういやさ、あの今ちょうど高野の光やってるから言うけどさ、高野の光前回さ12月か11月ぐらい参加してさ、しょうもない動画出してたじゃんお前。めっちゃ見てくんね。俺もあれ頑張ったんだよ。頑張ったのにかわいそうに。だからちょっと高野ランドについては詳しいんじゃない。俺頑張ったのに。なんか切ない声になっちゃった。切ない声。クソモブ感いがめない動画出してたから。切ないな。かわいいなと思って。かわいいとこあるじゃない。じゃあコロヤ君の答えはクソ動画でいいですか。柴田さん、なんでそっちの言い方言っちゃったんですか。ごめんなさい。高野ランドといえばというか、まあ範囲広いですが、うん、そうですね、なんかこう、まあ、自分の中の高野ランドのイメージでもいいですしね、うん、どんどんいいですか、自分で。あ、どうぞどうぞ。スケボー。正解、お見事。ライブ正解、おめでとう。だよね、高野ランドって言えば いやー、ライブやっぱりすごいわ。それしかないことはないけどね、うん、ライブはやっぱりすごいわ、本当に。すごい、並んだ並んだ、ライブはすごい、ライブはすごい。ということでですね、他のキーワード他のキーワードを見ていきましょう。こちらです、うん、さあ移動手段、うん、そして一人乗り、ジャンプということで答えます。いや、よく1個目のキーワードで正解しましたね、うん、すごいな。そうですね、すごいですね。え、なんで、え、待って待って、え、女の人もなんで俺の時そんなに褒めなかったのに。あ、ごめんなさい。ねえ、すごいですよ、でも。二人ともね、二人ともね。二人ともすごい。さあ、では行きましょう。次、差が出るのかどうか。問題、はい、4問目、こちらです。さあ、一つ目、乗り物。乗り物といえば、まあ、広いですけどね、これもね。幅広いね。答えますか？まあ、何かしらの乗り物は頭に浮かんでると思いますので、うん、まあ、それ答えていただければ。なんか公式大会のやつっぽいよね、そういうのだったら。おお、いい推察。じゃあ光の石で、光の石。いやー違うな。だね、違う。ライブ全部惜しい、本当に。ライブ惜しいか、今の。ライブは全部惜しい。惜しいかな。うん、なんかあるかな。じゃあボルテックスで。違うやろ、普通。いや、だか
イヤレしてきた。反射した。反射したぞ。イヤレしてきた。あではですね、意地悪だね、V3 さん。続いてのキーワード見ていきましょう。こちらです。贈り物。贈り物。あ、お、ん？お？贈り物？乗り物？贈り物？乗り物の贈り物。はい。お。お。ヘリコプター。正解のことです。いや正解ですよ。すごい。待って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 、はい、今下打ち聞こえましたよ俺。あっって言ったでしょ。じゃあ多分なんかあスタッフさんなんか裏で何かしてたな。全然全員的。V3 さんでしたよ。おめでとう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 。祝われてる気がしません。せっかくね正解したのに。そうですね。では残りのねキーワードを見ていきましょう。こちらです。こちらですね、感染禁見ということで答えはヘリコプターでした。はい、見事です。いやいいですよ、序盤に2人とも正解していていいですよ。結構感覚いいですね。ってそういうことか、うん、そういうこと。そう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 、ちょっと発想が変わりますが。では続いて問題5問目こちらです。青色、また青色、また始まったよ。始まったよって言うね。また始まったよって言うね。青色といえば、いやめっちゃむずいけどな青色って。まあ確かにね、青といえば荒野行動で青といえば何よ、うん、荒野行動で青といえば何だろうな。じゃあいいっすか俺から。お、どうぞ。はい、海。もうちょっとちゃんと考えろお前は。いや考えてるわ。正解、正解じゃなくてね、ちゃんと考えろっていうのを書いてくれてる。いや難しいよこれ。難しい、これは難しい。次行った方がいいんじゃないの。次行きますか。じゃ続いて2つ目こちらです。贈り物。また贈り物だ。また贈り物か。えこれ、え青、青で贈り物。青の贈り物ってあったっけ。あーあー贈り物だ。ああ分かったかもしれない。いや分かったな多分。で勘で言ってる。いやでも、え、でもいやいいっすよ。え、いいんすかね。いや、じゃあ俺答えてみていい。はい、いいっすと思うけど。ロケット。正解。正解。正解。いいですよ、並んでますよ。ありがとうございます。ライムすげえ、すげえ、めっちゃすげえ。褒めてる。ライムやべえ、すごい。ライムやべえ、マジで。よしじゃあ。すげえわ、マジで。並んだ、並んだ。ちょろい、ちょろい。ちょろい。あれあれ4対1もさせてもらえ。頑張ってほしいといけん。6問目いきましょう。こちらです。1つ目ショップ。おい、んショップ。まあ広いなこれもな。ショップは幅広い。ショップといえばもう、ショップといえばワークショップ。あすごい惜しくないですか。うん、すごいいい線いってる、うん、これ、うん、こういう感じです、うん、発想、そういう感じ。正解しそうじゃないですか。あこれ正解ですか。あ正解。あ正解か。えなんか正解みたいです。どういうこと。やった、イエーイ。神秘ショップらしいんですけど。正解だったの。正解だったのこれ。これ正解 OK らしいです。 OK、 あ OK なんだ、OK、えー、いやライブすごいわ本当に。えすごすぎないですか。 OK なんか惜しいなみたいな感じ。なんかね、うん、答えた感じしなかったからさ。そうそう。まあキーワード他はこちらです。ご覧の通りです。乗り物と、うん、名前変わりました。あそうなんだ。そういうことですね。そうかそうかそうか。そしてチケット、そして進化ということでですね、はい、答え神秘ショップという形ではあったんですが、はいはい、もう正解とさせていただきます。イエーイイエーイ。では続いてコラくんがちょっと焦ってるんじゃないですか。そうですね、そうですね。コラ選手はもう、いやもうここはライムさんに花持たせてあげないと荒れるから、もういいっす俺は。そうなの。諦めた。そうなんですか。これで荒れ出したらもうそもそもだぞ、もう本当に、うん、いよいよ、いよいよ、うんうんうん、いよいよ、うんうん、いよいよ、うん、もう視聴者も敵に回る気がします俺これ。コメント欄がね荒れそうな。そんなことないよ。では続いて見ていきましょう。7問目になります。こちらです。ガチャ。また来ましたね。ガチャといえば、ガチャといえば。なんだろうね。これは僕広すぎるな、これだとな。うん。これすごいな。次のキーワードいっちゃいます。次のキーワードもいきましょう。こちらです。待機場。待機場で見られるガチャで引いた何かといえば。これヒントだ。めちゃくちゃヒントです今の。あ、
いいですか、自分言って。はい、ライブ。コラさん言う先。いや、いい。じゃあ仲間。正解です。すごいライブ、すごいよ。得意だわ、連想ゲーム。すごいすごい。どっかの誰かと違って。うわ、すげえ、ライムくんやべえ。ありがとう。さあ残りのね、キーワードこちらでした。飾り、かわいい。かわいい、確かにかわいい。かわいいですね。ということでですね、ご覧いただきましたが、続いて8問目なんですが、一つご報告があります。はい、続いても最初のキーワードガチャです。いきましょう。では最初のキーワードこちらです。ガチャ攻めじゃん。ガチャむずいて。こんなガチャ攻めされるか。そんな。2つ目もいこう。これもう2つ目いきましょう。これ一緒に考えて、視聴者の皆さんもかわいそうだこれ、うんうん、2つ目こちら、ショップ。ガチャでショップ、うん、ガチャでショップ。ガチャとショップ次あたりでちょっと狭まってくるかもしれませんが、次が結構ヒントですね。いきますか、うん、答えますか、うん、ガチャでショップ。ガチャでショップ何ちょっと もう何が何だか分かんないんだけど。ガチャここまでで3つ出てきてるからね。確かに。連想ゲームっていうのに同じ連想させるやつが出てきてるから、ね、本当にガチャ3回のね、青色2回、贈り物も2回。結構今回かぶせてきてますね。そうですね、はい、難しい。より難易度が結構3つ目じゃないと分かんないよ。いきましょうか、3つ目こちらです。広場、ガチャ、ショップ、広場。まあ、ガチャで出た、はい、おこれはトランシーバー。正解にしましょう。正解にしましょう。正 解, しし、うん、正解、高級トランシーバーでした。シャンナシ、シャンナシですか。やっぱ高級、はい、まあ、ね、高級つけてなかったですけど、仕方なしですね。仕方なしで、弱いんでこいつ。はい、まあ、確かに、ありがとうございます。これは配信にならないんでね、あんまり大差がついても一応ポイントあげましょう。はい、ありがとうございます。なんか大人対応そうですね、してくれてます。なんか使用対応になりだしラストのねキーワードはこちらでした。金色ということでですね、はいはい、すごい早く出なっちゃう。皆さん脳にすり込む方式です。あのフラッシュ暗算みたいです。そう、フラッシュ暗算。サブリミナル効果です、はい、金色ということでした、はい、さあではあと2問になります。問題9問目こちらご覧ください。1つ目、フレンド。フレンド、わかった。わかんない。じゃあ、親密。あー残念。いや違うか、さすがに。じゃあ2つ目のキーワードいこうか。これは大丈夫。2つ目の2つ目のキーワードが親密度でした。うわ、親密度わかる。これ違うと思うけどいいですか、言って。いいよ、はい、恋人。あじゃあね、それは俺とライムじゃん。そうですよね。やだ、なんか気持ち悪い今日。別にさ、ライム好きなんすよ。コラくんわかる。全然わかんないっす。3個目いきますか。3個目いきましょうか、うん、じゃあ3個目、3つ目こちらです。花の舞。え、花の舞わかんない。花、言っていいですか、うんうん、はい、あれなんだっけ、親密送ったらあのバラですか。バラ。お、正解。正解。おー、やった。見事です。イエーイイエーイイエーイ。すごいライム。いいよいいよ。本当にすごいライムくんですよね。うん、なんすん、ちょっとお姉みたいになるんですか。ライムくんと話すとき。ファンなんで。あ、ファンなんで。はい、ファンなの。俺もファンです。俺もファンです。ありがとうございます。で4つ目のキーワード見ていきましょう。こちらです。ちなみにね、99個と、うん、フレンド、親密と、花の舞、99個で答えバラでした、うん、はい。これ次のね、ちょっと吹き出しちゃった。次の問題、次の問題入りましょう。あ、そっか、次の問題の1つ目のキーワード、なんとこちらです。ガチャ。もう乱用しすぎてる。ガチャを、もうちょっと運営さん出すワードがなくなってきたのかな。、うん、ガチャの連想ゲームでいいんじゃない。ガチャのくくりでね。確かに、うん、2つ目もいきましょうか。ガチャで最後答えてみる。ガチャだけで、じゃあ黒幕。あ、残念。黒さんは
コラさん、行きましょう。もうどうせ当たんないんで。ちょっと諦めモードに行きましょう。2個目の、じゃあ2個目、電動、電動。これは回してたくない今日。回してないですね今日は。あら、これ回してたのラリーか。あー、これね、わかんない。ガチャ電動ね、え、それって今出てるやつ、あの連動ってなんか今話題のやつですか？今出てるやつですか？今も出てる、今出てる、なんか今ガチャなんか出てないですか？連動っていうガチャ、うん、うん、違う、ずっと出てるかな、かな、別、違うっぽいですね。3つ目もいきましょうか。はい、うん、こちらです。ゴーゴーフェス、ゴーゴーフェスの時のやつってことかな、うんうん、なんだろう、電動のゴーゴーフェス、ガチャ電動ゴーゴーフェス、ゴーゴーフェスと電動がまだ違うもんと思ったからわかんないな。多分これ4つ目出たらさすがにわかるよ。確かに4つ目いきましょうか。じゃあ4つ目こちらです。 AWM、 あ、あのでっかいやつだ。これゴーゴーフェスなんだ。ガチャ電動ゴーゴーフェス AW、 あ、名前分からん、名前が出てこないか。まあ、これむずいかな、うん、え、なんかめっちゃ羽みたいな生えてるやつですよね。あれ違うっけ、なんかみんながすごい欲しがってたやつですよね。何十万も課金して。翼だっけこれ、違うよね。なんかエフェクトがかっこいいやつじゃない、打った時に。違うっけ、すごい分からん、分かんないか、名前、あー全然出てこん。6文字、6文字です。6文字、最初の文字教えてほしい。ライム、ライム、トーから始まるよ、トー。早い、早い、早い、教えてくれた、早い、早い、教えてくれた。トーから始まる、トー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 、6文字、トー、トー、ライム、ライム、トー、ラ、ラ、トラ、トラ、トラ、ライム君に、トー、ラ、イ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 、トライ、トライ、トライ、あ、あ、あ、トライアングル、トライアングル、お、何、トライアングル、トライアングル、違う、あ、残念、違う、トライアングルじゃない、惜しい、トライア、トライアウト、あー残念、これ買いに打ったよね、1回の権限だった。コロナ君は、そうか、そうか、ごめんなさい、1回だった。コロナ君分かりますか、最後答える、トライ、トライ、トライア、うん、ん、トライアント、はい、なんやねん、はい、なんやねん、なんて言った今、わかん、トライアント、トライアント、何それ、アリの挑戦、アリの挑戦、いや、お前ら、お前らカマキリでしょ、なんでアリになってんの。じゃあ答え見ていきましょうか。答え見ていきましょう。答えこちらです、はい、トライアンフ、フだった、はい、もうほぼ答え言ってた、ほぼ答え言ってた。難しかったですね、でも難しかった、今日むずいな、今日全部難しかったと思います。だってさ、単語でさ、一つ目のワードでさ、ガチャが4回出てくるからさ、これ運営さん今日あのコロアとライムに嫌がらせしようとしたわ。さてはね、この2人にすごいよこれは、嫌がらせをぐらい難しかったですね今日は。難しかった、うん、はい、はい、ということでですね、以上、うん、じゃあこの結果を発表します、うんうん、はい、結果は、はい、マンティス・コロア選手9ポイント、はい、フローラ・ライム選手16ポイントということで、決勝進出はライム選手です。イエーイ、難しい、なんかね、明日も喋れるライム、そうですね、あ、はい、そうか、明日もじゃあライム選手は出るということです ね、決勝戦の進出なので、うん、これはバイバイ、バイ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 、しようになってる、はい、どうでした、感想としてはコロア選手いかがでした、参加してみて。いや、まあ楽しかったですけど、ちょっと答えさせる気あるのかなみたいな、いやいや、ちょっとガチよ、そのいや難しい、むずいね今日は、すごいよ、いや最後にそう、うん、1問目からは絶対無理なやつ多くないですか、さすがに。結構むずいね、うん、4つ目出るまでは答えられない問題が多かったですね。そうですね、今週意地悪っすね本当に、うんうん、まあ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 、ただね、1問目から正解した問題もありましたんで、さすがでした、う
たまたまだけど、ね、たまたま、はい、なこと言ったらどっちもたまたまだけど、ね、うるせえよ、反抗すんなよお前、そうですね、反抗してんのどっちだよお前だよ、はい、そしてライム選手は明日も決勝に参加ということになります、うん、どうですか、楽しみですか。楽しみですね、明日も、うん、楽しそう楽しそう、うん、楽しそう、明日も、明日も楽しそうだね、ライム、まあ、自分、まあ、人生楽しんだもん勝ちなんで。そうだね、うん、最近成功してるもんね、はい、ライム、そうですね、成功者なんで。ツイッターのアイコンね、うん、風呂場でなんかお金ばらまいてる、はい、うん、風呂の風呂釜に使ってお金ばらまいてる、そう、ね、そう、そんなアイコン使ってるんですか。なんか月収、あ、成功者なんで、そう、なんか最高月収3億です。最高月収3億らしいね。何それ、ツイッターの名前成功者ライムかなんかになってた。すごいな、成功者ライム最高月収3億円ですね。すごい、すごい、じゃあ特殊称号、じゃあ明日決勝勝ったらそれがつくかもしれない、うん、最高月収3億円、それもらえるのかな。純粋な子だって信じるぞ、ライムさんってそんな稼いでるんだってなりますよ。信じちゃう、信じちゃう。はい、お二人ともありがとうございます。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。特殊称号がもらえるかは明日の決勝戦を楽しみにしていてください。いろいろな問題がありましたけどもね、うん、はい、お二人どうでしたか。そうですね、うん、難しいですね、難し今日むずくないですか、うん、本当に、うん、結構まあでもそんな中で頑張ってね答えてくれたのが、うん、印象的だったなというふうに思いました、はい、ね、あとはこう2人との V3 さんの関係性というのもね、はい、小学生の喧嘩みたいなのずっとやってましたね。ずっとなんで、はい、いつもそんな感じなんですか。そうですね、この後はずっとなんで、はい、仲良し。でもね、この後のお母さん俺にご飯作ってくれるみたいな、うん、そうなんですか。作ってくれるみたい、はい、今度来たらご飯作ってくれるみたい、うん、そうなんですか。家行ったらご飯作ってくれる、実家まで行くんですか。家族ぐるみの付き合い、本当に東京のポップアップストアとか、はい、本当にお母さんも一緒に来てくれたので、それぐらい家族も応援してくれてるみたいなので、うん、いいなと思いますね。僕も行きますよ。あ、一緒行きますよ。じゃあ上スタッフ全員で行こう。全員で実家まで上スタッフ全員で大豪邸だな。はい、ありがとうございます。今日ね難しかったけどね、うん、楽しかったです、はい、そうですね、はい、今日の荒野喋らないとは以上になります、うん、明日も試合後の荒野喋らないと皆さん楽しみにしていてください。それではさようなら。さようなら。